はここでこれでございます、はい、TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻10時ちょうどからですね、みんな電力プレゼンツ電気大ビンゴのお時間でございます。はい、みんな電力さんご提供のコーナーです。みんな電力さんは自分の考えで電気を選んでほしい、で毎月自分がどれぐらい電気を使っているのかを気にかけてほしい、で、検診票をチェックしてほしいということなので、ご要望を受けましてこんなコーナーを作りました。仕組みは簡単です。皆さんのお家に毎月届く検診票、それがそのままビンゴカードになります。で、毎週3桁の当選番号を発表します。お手持ちの検診票に記載されている電気料金の下3桁が1実施した方の中から抽選で1名様に毎月の電気代1万円をプレゼントいたします。はい、さあ前回の当選者発表です。先週の当選番号806806です。で、電気料金下3桁一致した方が27名、多いですね。まあすごい、でも一気にだね。ねえ、まあ検診票自体ずっと使えるんで、まあ残ってるあのチャンスが増えてるってことと、あとその一致してご応募くださった中から抽選であのステッカーも差し上げてるんで、はい、ちょっとこうご協力いただいてるんだと思うんですけど、この中から当選したのは千葉県成田市にお住まいの相川雅美さん、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、相川さんの12月分の電気料金の下3桁が806ということで、はい、見事当選でございます。おめでとうございます。さあ続いて今週の当選番号の発表です。なんならその留守番の少年たちはこれメモっといて、はい、後で帰ってきたお父さんお母さんにあの検診票あるっていう、電気の検診票の最近のやつあるって聞いて、チャンスありますんで、ね、お子さんにも関心持ってもらうね、いい機会かもしれない。あ、そうだね、うん、うちってこんな電気代使ってんのみたいな。そうですよ、うんうん、そういうことだよ ね、 ね。さあ、今安田の手元に赤青緑3つの十面体ダイスが入ったカップがあります。私の合図でこれをカラカラのフォンいたします。はい、で出た目を赤青緑の順番で読み上げて当選番号が決定します。それではいきます。第49回、みんな電力プレゼンツ電気大ビンゴ当選番号の発表です。安田さん、ダイスをお振りなさい。それ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 最近それそれ好きだね。これ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 、はい、はっ、オープン、バー、まずは赤、3、青、0、緑、8、3、0、8でございます。さあここからが大事です。当たったという方は検診票のコピー、もしくはウェブ明細の方はプリントアウトしたものと住所、氏名、年齢、電話番号を書いた紙を郵送してください。締め切りは3月8日日曜日までに番組サイドに届いた分までが有効です。で、当選された方には検診票に書いてある住所と氏名のもとに現金書き留めをお送りいたします。だから、まあ、一番のチャンスが1万円で、そうでなくてもステッカーチャンスありますんで、はい、当たってる方はぜひご参加ください。じゃあ宛先お願いします。宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオと電気代ビンゴの係までです。検診票には個人情報も記載されていますので、必ず封筒に入れて送ってください。そして外れてしまった検診票も翌月に繰り越して使えますので、そのまま大事に取っておいてください。はい、2019年2月分から有効です。皆さんのご応募お待ちしております。以上、みんな電力プレゼンツ電気代ビンゴでした。ここでみんな電力からのお知らせです。今あなたのお宅ではどこの電力会社を使っていますか？電力会社によって電気の質が変わることはなくても、実はその電気を作る生産者は様々。もしも野菜と同じようにどんな人が電力を作っているか分かったら、あなたならどんな人に電気代を払いたいですか？私たちみんな電力は日本初の生産者が選べる電力会社。誰がどんな思いで発電したかが分かる顔の見える電力をお届けしています。しかも地球に優しい再生可能エネルギー 100% のプランもあります。毎日使う電気を選ぶだけで環境に配慮した暮らしが実現できる。
そんな新しいライフスタイルが始まりますよ。電気は作り手の顔を見て選ぶ時代へ。詳しくはみんな電力で検索。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと新山千春と、おはようございます。今日はですね、久しぶりに伊集院さんとゆっくりこうお話しできることもあってすごく楽しみなんですけども、以前番組で、私のことをこう助けていただいたことがあったので、ぜひお礼もお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。改めましてこんにちは、伊集院光です。わっしょい、安田美香です。今日のゲストは今お声いただきましたタレントの新山千春さんです。はい。多分デビューしたての頃に、誰も見てない番組一緒にやってたの。誰も見てない番組。ね、CS の、今ほど普及してない CS の、はい、番組紹介みたいな、無料で延々と見れるみたいな、あ、それを一緒にやってたかな。あ、そうでしたか。ういういしい感じで、はいはい、で、その頃は多分、青森弁の訛りを出ないようにマネージャーに言われてたと思うんだよね。で、一生懸命そんなんやってて。で、後には逆にさ、ほら、ご当地食の番組とかではさ、はい、青森らしさみたいのを求められてたりとかして。まあまあ、今ましてお母さんだもんね。ね、中学生の娘さんね。ね、その新山千春さんにいろんなお話、伺いたいと思っております。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りします。氷川きよしです。見たい、知りたい、食べたい、金福明太パーク。出来たての明太子、明太ジャンボおにぎりに明太ソフト、無料で工場見学もできちゃう。みんなで来てね。明太パーク大洗、水戸大洗インターから10分。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、新山千春さんは1981年生まれの青森県出身。1995年ホリプロタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞し芸能界入り。翌年、映画お日柄もよくご愁傷様で女優デビューを果たしました。その後は、ああバラ色の人生、タイムショックなど数々の人気番組に出演。2011年 NHK の朝ドラカーネーションでは主人公の長女役を演じました。そして去年は幅広い世代から支持を得たウルトラシリーズウルトラマン大河に出演するなど、タレント女優として活躍する新山千春さんが本日のゲストです。ということで、スタジオには新山千春さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あんま変わんないね。本当ですか。いや、優しい、ま、全くとは言わないけども。いやだって、いやいや、自分がその CS のさ、はい、誰も見てない番組やった時さ、まだ16とかですかね。そうだよね。はい、いや、覚えててくださったのがすごい嬉しいです。覚えてるよ、なんか、青森の訛り出ないように一生懸命頑張ってた感じする。そうです。なんかマネージャーさんに、その訛りをこうね、出さないように。ね、言われてたよね。そうなんだ、標準語でって言われて。でもね、今逆にその、青森の、そうだよね。番組だったりとか、訛ってくださいっていうことを、こう、そうなんですよ。言われる機会が増えて、で最近こう、ドラマでご一緒させていただいた、寺尾明さんにも、新山はこれからその訛って、女優業としていろいろこう田舎の良さを伝えたりとか、うん、そういうこう雰囲気を出していった方がいいよっていうふうに。ポスト秋竹城だよ。そこは全部綺麗な秋竹城さんに怒られるわ。いや、だけどやっぱりネイティブにしか出せないことは絶対あるから、あ、それは多分需要はあるんだろうけど、あるかもしれないな、ね、しかし、たくましいよね。本当ですか。名前はでもすごい私大事にしてますね。あ、そう。はい。で、子育てでしょ、うん、そうですね。お嬢ちゃんいくつになったの。今もう中1です。
次春から週になりますね。え、じゃあもうまさに今、はい、学校がお休みになってっていう感じの真っ只中だ。真っ只中ですね。今日朝も起きてこなかったですし。はい。もう休みだもんってことね。そうですね。そうなんですよ。私は学校と同じ感じで、うん、朝からちゃんと勉強して、うん、そのチャイムが鳴るタイミングでちゃんとゆっくりちょっと休んだりとか。それは絶対できない。してほしいね。してほしい親としてはね。そうなんですよ。これあくまで学校に行けないだけで、はい、だけで、生活は同じでやってほしいのね。そうなんですよ。家でもちゃんとしっかり勉強してほしいなと思うんですけど、うん、まあ YouTube ですね。ああ、そう。はい。ね、まあそういう年頃だよね。そうなんですよ。はい。でも給食ないからさ、お昼ご飯とかもこうしなさ、うん、しなさやんなきゃいけないし、1日3食大変大変ですね。給食のありがたみを今すごいまた実感したりして。そうですね、はい、でもあの10代の頃からしたらいろんな経験したね。そう、結婚離婚ね、子育てねいろいろ出産子育てありとあらゆることをしてるね。一通りいろいろ経験しましたけど、ね、まあでも人生無駄はないんですね、伊集院さん思いましたよ。もうすぐ40ですけど、だってあんな頼りない子だったのが自分のブログがものすごい炎上してる時にしくじり先生ですね。そう、しくじり先生で、でもいっぱい見てもらった方がって言ってたから、どんなにこの人たくましくなったんだよと思いながら。確かにメンタルは強い方かもしれないですね、今は。今思えばそうだね。そうですね。なんかいろいろこう書いてもらってもありがたいって、こう、興味を持っていただいてるっていうことが、ありがとうございますって。よっぽど俺の方が慰めてほしい。俺すぐくよくよするか、なんか言われると。エゴサイトしたりしますか、伊集院さん。しない、毒だ、毒あんなもの。あんなもん毒。だから逆に、はい、自分がどういう風に書かれてるのかサーチするって、ね、はい、エゴサーチ。はい、ね、エゴサーチをしないことでもストレス溜まってくるのね。しても、すっごい怖くなるし、はい、しないと多分書かれてんだろうなってなるから、うん、もうなんかどうやってもダメみたい。もう決めたの、もう趣味不安っていうことに決めたんですよ。大体もう、不安業を今営んでます。なんか意外ですね。伊集院さんが不安になったりとか、はい、どういう風に書かれてるかっていうのを気にするっていう。それは、15、6で合ってるから、俺もお兄さんやんなきゃなんないから、そこで事務所の先輩としてやってる。俺は、基本的にくよくよしてんだから。いやいやいや、そんなイメージないですよ。何の根拠もなく今家燃えてんじゃねえかって思い始めるから、そういう人だから。不安があるんですか。ねえ。まあでもみんなにちょっと人となりから一応いつも聞くんで、はいはい、スタートっていうか最初テレビ出たいと思い出すのは何歳ぐらいからかな。はい、最初は私小学校の高学年の時に101回目のプロポーズっていうドラマを見させてもらった時に野島伸司さんの作品で浅野敦子さんに憧れたんですね。外苑の並木道を颯爽と歩いてて、それこそかき上げスタイルで都会のこうなんていうんですかね、スタイリッシュな、そうだね、おしゃれな、おしゃれな、はい、女性、大人の女性の感じね、はい、ヒールを履いて外苑の並木道をこう歩くっていうスタイルに憧れたんですよ。へー、そうなんです。もう東京に行ったら絶対あの場所に行きたいっていう、もう原宿より外苑の並木道に憧れてましたね。そうなんだ。はい。じゃあもう憧れの、その、浅野敦子を目指して、はい。スカウトキャラバン受けんだよね。受けましたね。スカウトキャラバンってどんな、青森から出てきてさ、スカウトキャラバン受けんのって、どんな感じなの、はいはい、もうその時は、優勝すると、グランプリになると、武田真治さんにお会いできて、はいはい、恋人役がついてくるっていう、ホリプロのオーディションだったんですよ。で、私もう本当に大好きで、はい、お会いしたくて仕方なくて。うん、今どうかしちゃったけどな。いや最近も、ね、大活躍ですからね。大活躍だよ。ね、面白い、うん。そしてたくましい二人とも。二人ともしくじり先生のなってる。しくじり先生の教師で二人出てるのの、俺前の席で授業を聞いてるわ。本当ですか。でも憧れの武田真治と共演できるっていうのがもう目標なんだ。目標で、うん、そのプラスアルファ私は恋人役イコール恋人になれるっていうのを目指したんですよ。役はよくて。おお、はい、おすげえな、おい。もうスキャンダルまでもう頭の中入ってるのね。そうです。本当の、その、彼女になりたいと。そこも一番目指してましたけど。
はい、オーディションの時に、新次さんがこういらっしゃって、で、一人一つこう質問していいですよって、言ってくれたので、はい、何にしようと思って皆さんこう、演技で一番こう、自分の中で大事にしているところはとか、まあ そうなるわね、そういうのをこう質問されてて、はい、私はどうしようかなって悩んで、うん、私、新山千春って言うんです。千春ちゃんって、呼んでもらっていいですかって。ファンの集いじゃねえか俺プロスカウトキャラバンはまさに。しかも本人来るなんてもう決勝大会。そうですね。でしょ決勝でしょ、はい、そうですね。そうなんだ、はい。武田真治も面食らったろうな。どんな反応だったんですか。いや質問というかお願いだねって言われて。そうだよね。そうだよね。もう趣旨違っちゃってるよね。そうですね。こういう感じだよね。はい。でも呼んでくれたんですよ。新山千春ちゃんって目を見て、こう呼んでくれて、私も号泣しちゃって嬉しくて。で、プロマインドとか持ってたんで、持ってきたんですって言って。だから、オーディションのノリじゃないの、君だけが。結構、ホリプロスカウトキャラバンは本気中の本気の人すごい。もう。まあ、てか、本気中の本気の人の来るところだもんね。そうです、みんなガチでしたね。真剣で目が。ね。私だけハートマークで。そうだね。はい。え、でもあの時何賞だっけ？特別賞みたいな。特別賞で、で、グランプリが佐藤ひとみちゃんだったんですけど。はいはいはい、はいはい。引っかかったね、特別賞に。引っかかれたんですよ。ねえ。はい。インパクト大ですもんね、それはね。残ったんですかね、印象にね。すごい。浅野敦子にもならず、はい、武田真治の恋人にもならず、そこから誰も見てない CS の番組を太ったおじさんとやることになるという。ゲットできましたよ。ね、CS の番組を。でもバラエティもいろいろやってるよね。いろいろやらせていただいて、はい。最初が島田紳助さんと、レギュラーというか、そういうこう、地上波の番組のレギュラーは、紳助さんと一緒で。そうです。バラチン、アシスタントだったんですけど。バラ色の人生のアシスタントだ。そうです、そうです。紳助さんってさ、本当にさ、優しいけど厳しいよね。はい、両方ある人で、ね、厳しいとこばっか割と、クローズアップされちゃってるけど、はい、でもあの人優しいは優しいよね。めちゃくちゃ優しかったですね。まだ東京に友達が誰もいなかったんで、うん、俺の娘と友達になったらええやんって言ってくださって、最初に東京に出てきて一番最初にできた友達がしんすけさんの娘さんなんですよ。すごいね。はい。へー。そうなんです。はい。だからビッグと絡んで、俺はさておきだけど、あとタモさんとも。へー。伊集院さんもすごい一緒にやらせてもらってめちゃくちゃ印象残ってます。いやいや。勉強させてもらって。恥ずかしいわ。ね、本当に。こっちももう勉強中の頃だ、ね。タモさんも出てるし、タモさんとジャングルテレビ。そうですね。ジャングルテレビもそうですね。ナイナイさんもそうですし、はい、関根さんもそうですし、緊張してましたね。よくスタジオのこう隅っこの方にいて、はい、手汗にこう、ね、もう、拭いながら。タモさんどんな感じだった？ってなって。もっと、前に行って、料理するときも、うん、新山、洗い物じゃなくて、作っていけって言われました。うん、ああ、そうなんだ。その言葉がすごいありがたくて。で、タモさんってさ、アドバイスって感じじゃないんだよね。なんかその、はい、作ったらいいんじゃないって感じだよね。そうですね。作っちゃえばいいじゃんって。やれないわけじゃないんでしょみたいなことを言うよね。そうですね。さらっとこう、そうなんです。優しい言葉をいっぱいいろんなところにこう、はい。そうですね。なので、笑っていいともの時も、はあ、私がこう、お世話になった方だったり、お友達にお花出した時に、お、新山からも来てる。とかっていうのを、必ずこう、読み上げてもらえることがすごい嬉しくて、で、ゲストでこう、行かせてもらった時に、うん、タモリさんにそれを、ことをお礼お伝えしたんですよ。うん、毎回私がことした時、出させてもらった時に、名前を呼んでくださることが本当に嬉しくて、一番後ろの方でも、うん、真ん中の方でも、うん、見えないところであっても、うん、こう、目にしてくださることと読み上げてくださることが、すっごい本当にありがたくて、で、両親も今日もありがとうございますって伝えてきてって言われましたっていうのを伝えて、うんうん、はい。でもタモさん多分そんな意識してないでしょ。あ、そうっつって、ね、絶対特別にこっちが嬉しくてしょうがない。何かの例え出してもらったりとかするけど、タモさん多分、まあそうかなぐらいの感じですよね。さっぱりそうですね。そんな気がする。かっこいい。
今の新山千春はバラエティの人なの、ドラマの人なの、自分の意識の中で。今はでもそうですね、ドラマも結構最近いろいろこう増えてきたりも、うん、してきたので。もともとだって浅野温子だからさ、浅野温子目指してたんだから、ね、そうですね。でも40代からはちょっとドラマの方も、はい、頑張っていきたいなと思ってますね。ドラマだと、演技だと誰、はい、すごい印象残ってるの。印象に残ってるのですか、共演させてもらってですか。そう、見た方の話は戻らないですね。そういえばあのドラマも見てましたじゃない、ね、共演した人も。中では、そうですね。高島玲子さんだったりですとか、はい。あとは、最近だと寺尾さんにはすごくこう、一緒に共演した中で、目力で、こう、うん、目が合った瞬間に、涙が溢れてきた方。寺尾さんの目力で、はい、そうですね、何かが動いちゃう人なんだ。はい、私の長台詞をこうずっとこう聞いてくださる刑事の役だったんですけども、うん、その寺尾さんの目の奥のこう優しさというか人間味にこう持っていかれたんですよ。それでこの方に私の話を聞いてほしいっていう気持ちがこう溢れてきて、うん、スッと出てきたんですよね。演技じゃなくて、うまい共演者の人って、はい、こっちが上手にしてくれるよね。すごい気持ちを、そうですね、うん、持ってってくださったことが嬉しくて、すごいわかる。まあ、この間も佐藤浩市さんにした時にね、はい、佐藤浩市さんが今回の映画で佐藤浩市さんの受けの力で。ありきりの石井くんがすごい演技してんのね。で、その話も、で、ありきりの石井くんとあれから会って、はい、やっぱその受け手がすごいから、うん、なんかこっち側は、なんか自然に乗っちゃうつってて、うん、そういう力ある寺尾さんもやっぱそういう人なんだ。すごかったですね。引き出して、くださるっていうここの思いも嬉しかったんですけど、うん、合間でもずっとこうお話ししてくださって、うん、私が一番緊張したのは寺尾さんと一緒に共演させてもらえることに緊張してたんですよ。はいはいはい、はい。ゲストのこう、役だったので、ドキドキしてたんですけども。だってしばらくはさ、こっちの思いが強すぎてさ、はいはい、寺尾明になっちゃうじゃん。それ役じゃなくて。そうなんですよ。それを寺尾明さんが超えてくれると、こう、なんかね、こっち側も。私のアップで映ってないところでも、寺尾さんが合わせてくださって、もう全くこう、本番と同じような、こう、芝居をしてくださったりとか、で、そこでこう、いろいろ共演させてもらって、仲良くさせてもらって、去年実家のその青森に、うん、寺尾さんが青森のねぶたが大好き で、一緒にこう、見させてもらったりとか、プライベートでもこう、いろいろと仲良くさせていただく機会を、そのドラマきっかけで、つながりをいただけたので、いやでもなんかそれは何かね、その辺の懐にこうハッと入っちゃう感じは、なんか新山千春力なんだとちょっと思う。そうなんだ、俺そんな気はする。ちょっと CM 挟んでまだまだお話を伺いたいと思います。今日はゲスト新山千春さんお迎えしております。町田スポーツです。俳優文筆といろいろやる私ですが、原点の芸人としてオール新ネタの独演会を開催します。 TBS ラジオ公演マキタスポーツ単独ライブ音ネタ5、3月28日29日の 2days、 会場は草月ホール。今回のテーマは権威、 J-POP という権威、大御所歌手という権威、日常に潜むあらゆる権威をマキタスポーツ流の音ネタでからかいます。チケットは全席指定で5500円、各プレイガイドで販売中。詳しくはホットスタッフプロモーション03-5720-9999 まで。音ネタをあなたに。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りしました。今借金をしている方も、過去にしていた方も、払いすぎた利息を取り戻せる場合があります。クレジット会社も対象です。カードや明細がなくても大丈夫。お電話いただければわずか5分ほどで過払い金があるかどうか無料診断いたします。調査無料。過払い金を取り戻せなければ一切費用をいただきません。調べて過払い金がなくても無料です。まずはお電話を。ガイア総合法律事務所0120-077-557 0120-077-557。
マグサ三浦純です。伊藤マグサ成功です。この度東京国立博物館の東洋館だけにフォーカスした音声ガイドができました。その名も東博東洋館見聞録ということでね。なるほど、まあ、マグサのことがね、これを聞いたらよくわかりますよ。そうだよね、うん、そこを謎解いてもらうことと、ぜひぜひ。まあ、おじさん二人がってここにも原稿には書いてあるけど、うん、俺もうおばさんだからそこは言っとくわ。おばさんがいろいろ東洋館のことを見ながら雑談しているという模様を聞いてほしいということです、はい、はい、ということで詳しくはスマートフォンアプリミミタブで聞いてね。 TBS ラジオ公演ミュージカルボディーガード日本キャスト版開催決定。世界中で大ヒットを遂げた映画ボディーガードが柚月レオン、新妻聖子のダブルキャスト、大谷亮平を主演に迎えてミュージカルになりました。映画をも超えて新たな衝撃と感動を呼び起こすミュージカルボディーガード日本キャスト版は4月3日から19日まで渋谷東急シアターオーブで上演。詳しくは TBS ラジオイベントページまで。時刻は10時25分です。 TBS ラジオ天気予報をお伝えします。気象予報士の佐々木さとみさん、お願いします。はい、お願いします。関東地方この時間雨雲が千葉県内から東京、そして埼玉から茨城県の南部付近を中心にかかっています。でこの雨の範囲が午後にかけて各地に広がる見込みです。で今日の雨の降り方としては一言で言うと降ったり止んだりなんですけれども、昼間は止んだりの時間が長くなりそうです。はい、ただ夜になると広い範囲で本降りの雨が降り続く感じになるので、やはり傘は持ち歩いた方が良さそうです。で最高気温は10度に届くかどうかぐらいのところが多く、まあ、今日は寒々しい曇り空から冷たい雨が降ってくるような寒さとなります。で明日は晴れて気温15度近くまで上がりますが、北風が強まるので風冷えの一日となりそうです。ありがとうございました。気象予報士の佐々木さとみさんでした。 TBS ラジオオリジナルドラマ半沢直樹破れし者の物語 by オーディオムービー、特設サイトからストリーミング配信中。この番組は JCB 他各社の提供でお送りしています。時刻は10時26分です。 TBS ラジオ交通情報をお伝えします。警視庁の薄井ひろ子さん、お願いします。はい、首都高速は中央環状線の外回りの西池袋、トラック同士の事故、右側車線で処理始まって2キロ10分ぐらいです。東名高速をはじめ首都圏の高速道路に目立った渋滞ありません。神奈川の旧国道1号の下り、横浜市戸塚区の柏尾町、右側車線で事故処理中、500メートルぐらい渋滞出ています。また134号線の上り鎌倉市の材木座付近、こちらは故障車処理中で片側交互通行中、通りにくくなっています。埼玉は国道463の内回り、所沢市の緑町3丁目で1キロ、千葉は国道357の西行き、船橋の若松で2キロ、都内は新大宮バイパスの上り新大宮バイパス口で2キロ、35分かかります。警視庁から以上です。警視庁の薄井ひろ子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は10時53分頃にお伝えします。 TBS ラジオ公演芸歴50周年記念桂文珍国立劇場20日間独演会、3月24日まで国立劇場大劇場で開催中です。チケット好評販売中。お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 まで。伊集院光とラジオと新山千春とウルトラマンと、改めまして今朝はゲストに新山千春さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。お願いします。たっぷり映画の宣伝をしてもらいたかったんだけれどもはい、はい、ちょっとコロナの影響で、そうなんです、延期、公開延期とかあるんだけど、まあそれも含めて安田からちょっと情報ください。はい、
新山千春さんが出演する映画劇場版ウルトラマン大河ニュージェネクライマックスはあさって6日に公開予定でしたが延期が決定しました。今後の公開予定につきましては決定次第映画の公式ウェブサイトでお知らせいたします。それこそいち早く安田新社見てね。そうなんです、見させていただきました。あの私特撮映画っていうのをきちんと見たことがなかったんですけれども、はい、今回見て親子の愛が書かれていてびっくりしました。あ、こんなに複雑な人間模様の設定があるんだっていうのに。それはでも初めての、はい、じゃあもう特撮ほとんど見たことないの、初めてのウルトラマンでしょ。はいはい、それでもいけんの。いけます。タイガのお父さんが太郎で、太郎は割と正統ウルトラマンラインの子だよっていうことも分かってなくてもいけんの、はいはい、うん、あの太郎が怪獣と戦って、まあ、地球を守るぐらいの情報は持っていたので、はい、でその息子が、まあ、タイガで、っていう、まあ、説明もあるので、あ、ここが親子で入れんだ。そうなんですよ、ちゃんと説明があるので私でも入れて、でちょっとね、親子が戦うことになっちゃうんですよ。太郎と、そうなんですよ、太郎とウルトラマンタイガが、そうなんですよ、はい、戦う。そこも見どころなんですけども、そう、もう見てる、そこをどうしてっていうのを注目していただきたいですね。知ってる俺が一番戸惑ってるっていう、あ、そうなんだ、はい、なぜ親子がっていう、親子喧嘩になっちゃう、はい、ね、で、そうなんですよ、やっぱりこう声を出して応援したくなるっていうのが、あ、だから映画館で見てほしいけど、なかなか今のご時世でちょっと延期して、はい、そうですね、満を持して心から楽しんでもらおうっていうことなのね、はい、そうですね。でまた私もあの、ね、自生活親なので、うん、太郎の目線からも見えるし、そのタイガの目線からもずっとこうテレビシリーズも出させてもらったので、両方の目線から見てもすごくグッとくるシーンが多いので、ぜひそのレジェンドじゃないですか、ね、ウルトラマン太郎といえば、そうだね、はい、が劇場版にドンとこうね出るっていうことも大注目なんですけども、なぜ戦うことになったのかっていうところも見どころなので、ウルトラマンタイガー一回見たことない人に、まあ、はい、その新山千春の役どころっていうか、はい、まあ、どういうところですか。はい、私はあの民間警備組織の、 あの女社長なんですよね。はい、そうなんです、ね、創立者、あの創設者でもあるんですけども、うん、そこの社長なんですけども、もう私も今回その劇場版であの悪と戦うためにですね、自分がアクションを起こして、うん、はい、社長自ら出向いて、うん、はい、石黒英雄さん、演じるウルトラマンオーブの紅ガイさんと一緒にこうタッグを組んで、はいはい、アクションシーンもあるので、かっこよかったですね。ありがとうございます。すごいね、いろいろそのツッコミどころあるんだけどさ、まずさ民間なのね、はい、民間なんです。民間な、国の機関じゃないのね、あの昔のなんか漠然とさウルトラ警備隊みたいのって、はい、国の機関なんだろうなって思ってたけども、はい、今違うんだね、え、民間ですね。民間なんだね。そうなんです。でしかもそのトップが女性なんだ、やっぱ時代、はい、そう時代ですよね、女社長で、はい、で今回、で、うん、あの現場にそのアクションを起こして自分がそのジャケットを着てあの出向いていくっていうのが結構そこの見どころになってるのかなと思うので、普段はね経理とかねや担当しててあんまり出てこない、そうなんですよ、ドラマでね、アクションシーンはそんなに多くなかったんですけども、はい、挑ませて。でもタイガが、タイガの役は、このゲスト、始まる時にゲスト来てもらったけど、井上くん。はい、あの、ホリプロの。そうなんですね。そう、だから、はい、すごいね、ホリプロスカウトキャラバンの、はい、井上くんフルネームなんだっけ、井上。はい、ゆうきくんです。ゆうきくん。井上ゆうきくんも、ホリプロスカウトキャラバンの審査員特別賞なんだね。そうだよ、彼も繋がってますね。繋がってる特別賞。どんな特別賞の先輩としては、井上ゆうきくんをどう見てますか。井上くん可愛いんですよ。もう、はい。もうすごく人懐っこい子で、はい。現場でもこう最初の方は、こう、ちょっと自信がなさそうな、どうしようどうしようっていう、こう、振る舞いが、自分のこう、デビュー当時と重ねて、懐かしいなって思うところもあったんですけど、もう今はもう、どん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 こう、自信が、はい、ついてったんだと思うんですよね。現場をこう、踏むにあたって。今はもう、なんだろう、こう、神々しい感じですよ。ああ、そうですか。はい。自信もこう、ちゃんとこう、まとって、はい。僕はタイガですっていう、胸を張って、はい。言えるぐらいのこう、はい。まあ、ちょっと延期は残念なんですけど、この延期の間にそれこそさ、配信とかで、こう、今までのウルトラマンシリーズチェックしたりとか、タイガ自体が初めてだっていう人は、その辺をチェックして、満を持して、見に行ってもらうのが、まあ、いいかなと思いますね。
ぜひ見ていただきたいです、ね、あとはすごい新山千春に聞きたかったのは何ですか、まあ、結婚離婚子育て一通りそうですね一通りいろいろ、ね、離婚大変、はい、離婚は、うん、いやうちはでも、うん、今も普通に連絡も取るし、あ、そう、そうなんですよ。この間もちょっと結構長電話したりとかして、で娘通じてこう会ったりとかして、あ、向こうも再婚をされてるんで、なんかその辺も私は安心して、うん、なんかこう一人の時間を楽しんだりとか、うん、娘と二人でこう温泉行ったりとか、うん、夜はもう食べて帰ろうねとか、気楽に生きてます。お嬢さんは、お嬢さん今はタレント活動はバリバリやってないんだよね。今はそうですね。はい。してないんですけど、今はダンスを、一緒にヒップホップダンスを一緒に習ったり、一緒に英語を習ったりとか、はい、夏休みちょっと一緒に海外に行こうかなっていう話もしてて、もう二人の時間をこう楽しんで、はい、なんかすげえ楽しそう。あの、同時にあの新山ちゃんの周りはそういうエネルギーに満ちてるんだよね。うん、あのたまに眩しすぎてきついわって時もあるけど、ね、でもなんかいつもそれが満ちてる感じがしてすごいなと思いますね。あの最後にみんなに聞いてるのは、今後の夢、はい、生活面でもあとちゃんとした仕事面でも今後の夢なんですか。はい、そうですね。夢はやっぱり一人のこう女性として、あ、毎日今日あの些細なことでも、あ、なんかついてたなって思える一日であることをこう積み重ねていきたいなって。面白いね、一人の女性としてついてたなって思うことを、はい、はい、うん、なんか今日ついてるじゃんって思えることがあれば、なんかその日って幸せな日になるのかなと思って、基本ポジティブな人なんであんま落ち込まないんですよ。はい、なので、あ、ついてるってはい、ジャッキーとか、ね、はい、そりゃそうですよ。大炎上してるブログを見ながら、ああ増えてる見てる人っていう人だから、ね、そう、嬉しいと思って、そういう人だからね、ありがたいです。お仕事の夢は、はい、あの仕事の夢はそうですね、また今自分がこう生きている自分と真逆の正反対の役とか、すごくこう子供とこう向き合わないような、あ、やべえお母さん、やりたいですね。性がある役だったりとか、うんうん、こうそのこう、うん、役をこう刺激がある、自分の中でも刺激がある役をやっていて、あの、うん、挑戦していきたい役はいろいろと広がってきましたね。はい、わかりました。ということでね、はい、なんか久しぶりになったら僕の方がエネルギーをもらいました。どうぞ、くよくよ派なんで今度いろいろ相談に乗ってください、ということで今日のゲスト新山千春さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ねえスーさん、最近寝つきが悪いんだけど。そんな時はあの人に聞いてみよう。今日の生活を踊るは医療ジャーナリストで医師の森田豊さんが登場。医学的見地に基づいたよく眠れるためのクイズを出題していただきます。生活を踊るは今日午前11時から。法律事務所ホームワン。過去に B 型肝炎と診断されたことはありませんか？集団予防接種などが原因で感染した場合、症状により国から50万円から最大3600万円が給付されます。請求の期限は2022年1月までです。ご家族のことででも、B 型肝炎のこと、気になったらホームワンへ。東京弁護士会所属、弁護士法人、法律事務所ホームワン。健やかに育てと願う心を、鴻巣広田屋の五月人形と鎧兜に込めて。僕の兜かっこいい。人形のふるさと鴻巣広田屋。ニンニクのようなしじみではなく、しじみのようなニンニクでもなく、ニンニクとシジミが一つになった。その名もヤズヤのニンニクシジミ。元気食材を取りたいあなた、始めてみませんか？ニンニクシジミはヤズヤ。ヤズヤ。エアロバイクで行くバーチャル中山道。伊集さん、ポールさん、デイさん、ダジャレ珍道中。伊集院光さんがダイエット企画でエアロバイクにまたがってバーチャルで中山道を巡っています。そこで
伊集院さんの疲れを吹き飛ばすような宿場町にちなんだダジャレを送ってください。現在募集中のお題は宮の越し、やぶはら、奈良井、三重川、元山。メールアドレスは ij@tbs.co.jp までお送りください。たくさんの投稿お待ちしています。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング、今朝の担当は小林作家さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ただいまお得な商品が続々登場するオール TBS ショッピング感謝祭が開催中です。今日はメーカー本決算企画、めったにご紹介できない憧れの超大粒ダイヤ一粒石ペンダントをご紹介します。超大粒ダイヤをお探しの方、今日はチャンスです、うん、まずダイヤで大粒と呼ばれるのが 0.5 カラットなんですね、うん、はい、そして大粒ダイヤの中でも女性の永遠の憧れといえば安田さん、やはり1カラットですよね。憧れですよね、はい、こちら大台の1カラットダイヤ今日お持ちしました。いかがでしょう。これが1カラットか、やっぱでかいね、うん、ねえ、立派、うん、ねえ、堂々たる輝きですね、はい、うん、そして今日ご紹介する超大粒ダイヤはこの堂々1カラットをはるかに超える 1.7 カラットです。比べてみましょう、いかがでしょう。うわあのでかいねのテンションで俺十分でかいねでかいねの最上限言ってたんだけど、はい、でかいね、でかいねこれ、ものすごい存在感ですよね。華やかですね、はい、実は今日ちょっと私もつけさせていただいているんですけれども、いかがでしょう、ちょっと揺れるとね、また輝きも違いますよね。ちょっとこんな大きいの見たことないかも、ね、そうですよ ね、ダイヤは憧れの1カラットを超えると希少性が高くなってお値段もぐーんと跳ね上がります。今回このダイヤを用意してくれたのは大手百貨店にもダイヤを卸している東銀座のジュエリーメーカーフォーススクエアです、うん、大きさはもちろん身につけた時に美しく輝くシャンパンカラーのダイヤをえりすぐりました。そして地金はすべて高級素材のプラチナです。ダイヤを留めたペンダントトップはプラチナ900、シンプルな6本詰めのデザインです、うん、そしてチェーンも贅沢にプラチナ850のベネチアンチェーン、こちら直線的なラインでよりダイヤの輝きも引き立つんですよね。長さは45センチ、さらにこちらスライド式になっていますので長さ調節も簡単にできます。これ便利ですよね。本当だ、ね、あの俺がずっとさっきから言葉を失ってると思います、はい、あの、はい、これジュエリーものとかそんなに喋らない方ですけど、いつも以上に言葉を失ってるのは、今までの話を聞いてると希少価値がどんどん高くなっていくわけでしょ。そうなんですよ、はい、ってことはさ、うん、0.5 例えば1カラットは 0.5 の倍じゃ効かないわけじゃん、うん、でそれを超えるごとに、はい、曲線がすごい強くなっていくわけよ、値段が、はい、でそれは分かんないけどいくらになるんだっていうのが俺の頭の中で、いや本当に気になりますよ、ね、大きいんですよ、すごい大きさなんですよ、はい、1.7 カラットダイヤで地金もすべてプラチナということになりますと、やはりお値段ちょっと心配になりますが、心配になりますよ。お値段発表させていただきます、はい、税込み195,700円です。あ、20万切ってくるんだ、はい、めちゃめちゃ頑張るね。この大きさ、この質でこのお値段、本当にお得だと思います。今月はメーカーの本決算月ということもあり本当に頑張っていただきました、はい、このところダイヤの希少価値本当に高まっているということもありまして、これ、うん、なかなかご紹介できない価格です。そして今日は他にもぜひご紹介したもしたいものがありまして、お持ちしました、はい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 、さらにこちら見ていただきたいんですが、いかがでしょうか、うん、0.2 カラットの一粒石を使いましたルビー、サファイア、エメラルドのペンダントです。これはまたちょっと可愛いね。そうなんですよ、赤、青、緑と色鮮やかですよね。実はこちらの3本もセットでお値段据え置きの195,700円なんです。うわすごい、俺なんかその19万のコースとまた別コースでこれの話が始まったのかと思ったら、はい、こちらすべてこれはセット、はい、あ、そうなん、
ダイヤ、ルビー、サファイア、エメラルド、この世界四大宝石がすべて揃う、めったにご紹介できない豪華4点セットご用意いたしました。すごいね。これ1本ずつ単品ですと、まあ、それなりにお値段するペンダントですけれども、これすべてセットで20万を切っている、とってもお得だと思います、まあね、お母さんとこう娘さんで、お母さんが例えばダイヤで、娘さんがルビーとか、一緒にお使いいただいてもいいかもしれないですよね。これはなんかスタッフの意地が見えるのは、もう20万も死ぬ気で切ったぞってなってほっとするのもつかの間、まだ行きたいってなったんだろうね。また何か行って驚かせたいってなったんだろうね、はいはい、頑張りました、はい、さらに送料も無料でございます。ダイヤの鑑別カードとともにお届けいたします。便利な分割払いもご利用ください。ただし数に限りがありますので、お申し込みはお早めにお願いいたします。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品などについてもお問い合わせください。そしてただいま開催中のオール TBS ショッピング感謝祭では、明日3月5日までに番組でご紹介した商品をお買い上げの方の中から抽選で20名の方に5万円分の旅行券をプレゼントいたします。 TBS ラジオショッピングでした。今面白かったのは、大事な説明をした間に安田がずっと 1.7 カラットといろんな角度からずっと見てて、ものすごい近さで、うん、俺がお母さんだったら座りなさんだっていう感じの注目の仕様でしたね。見ちゃいますよね。いや、この角度がちょうど今目に合ってるからめちゃめちゃ光るんだよ ね、 ね、まあ、眩しいですよね。ちょっといいもん見せてもらいました。 TBS ラジオショッピングでした。大きなラーメン、おいしさいっぱい。大きなラーメン、笑顔もいっぱい。北関東、長野、新潟エリアでおいしいエリア拡大中。大きなラーメン熊谷市に大原店が3月7日ついにオープン。大きなラーメン。ラジオをお聞きの皆さん、石田純一です。60歳を過ぎて保険の見直しをされた方多いんじゃないでしょうか。でも60を過ぎたからこそ入ってほしい保険があるんです。それが葬儀費用を準備できるメモリードライフの葬儀保険。葬儀費用をサポートする保険です。ご家族に葬儀費用くらい残してあげませんか。保険料もお手頃です。100万円保証コースなら60歳女性で月にするとおよそ662円。これならご自分で払っていけますよね。89歳までお申し込みできます。今からでも大丈夫。メモリードライフの葬儀保険。資料のご請求は電話1本 0120-244-888 244-888 メモリードライフ。TBS ラジオ伊集院光とラジオとおっちょこちょい話、安田コレクション。さあ時刻は10時46分じゃないです、ごめんなさいごめんなさい、日本では10時46分です、おっちょこちょい話安田コレクションのコーナーです、はい、もうあのベタなのやってるわ、あのマスクして、はい、そのままコーヒー飲もうとするパターンみたいなやってますか、うん、あれはないと、あれはないと思ってたのにもかかわらず、やるね、久しぶりにこう、マスクやるとニコニコするんじゃない、嬉しい、ね、さあ、安田美香や伊集院光に負けないぐらいのおっちょこちょいな体験を募集しているコーナーです。安田がまた判定しますね。はい、お願いします。まずはですね、ラジオネーム、借り上げするならユートピア、50歳男性の方。ありがとうございます。私の祖母は、くず餅が大好き。あ、美味しいですよね。大好物でした。うんうん、もう早速今、くず餅を、葛飾って読もうとしてましたけど、ちょっと似てるんだって書くと、ちょっと似てんだってくず餅。ね。で、しかもさ、葛飾あたりにくず餅売ってるじゃん、なんか。あるじゃん。イメージ的にもぴったり。ね。私の祖母は、くず餅が大好物でした。しかし当時小学生だった私はくず餅が食べられませんでした。それはくず餅のくずをゴミくずのくず、まあゴミという意味だと勘違いしていたからです。
真っ白じゃなくて少し灰色がかっている感じとか。ああ。はい。はい。祖母が物を捨てずに大事にする感じとかから。いろんなとこから。なんかこれ、得体の知れないもので作られた餅だっていう。よく食べられんな、ばあちゃんは、と思っていたんです。この勘違い、はい、20歳過ぎまで続き。結構持ち越しましたね。初めてできた彼女に泣きながら大笑いされるまで、くず餅はくずで作った。まあ、くずでは作ってるんだけども、まあまあ、ゴミで作った餅だと信じきっていました。ポチッとな。銀賞でもなんかそうだよね、クズクズのデンプンみたいなの使ってるんでしょきっとね、植物のクズのデンプンね、クズ粉を使ってるんだけど、はい、あんま小麦粉とかに比べると馴染みがないもんね。そうですね。まあ、あの俺大好きだよね、クズ餅大好きなんだけど、ね、うちの神さんなんか関西圏あんまりクズ餅いかないっつって。ああそうですか。あの色見るとなんかこう、そんなに美味しそうには見えませんけどっていうのと、あと何でできてんのって感じみたいで。ああ。うまいよねくず餅ね。うまいですよね。でも いらないとこの なんつうのゴミじゃないまでもあるじゃん、なんかそうさ、本来食べないところを集めて作りましたみたいな感じだと思っちゃったの。ラジオネーム平塚の何のこれ式。45歳男性、はい。ありがとうございます。昨年末、子供と大学ラグビーを見た帰り、うん、妻も都内にいたので、新橋駅で待ち合わせをして、まあ家族でご飯を軽く食べて帰ろうという話になりました。はい。しかし、いくら待っても妻が来ない。うん。おかしいなと思って LINE を入れると、うん。新橋で待ち合わせしたんだけど、はい。間違えて新日本橋で降りちゃったと。おー、ほう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 。どうやったら新橋と新日本橋を間違えるのかと。で、ようやく妻も合流し、お店に入ってその檻を尋ねると。はい。衝撃の答え。ふ妻。ふ新日本橋略して新橋じゃないの。正解でもある。紛らわしい名前をつける方が悪くない。ああ、でもそうか、そう、どこだっけ、国たちが国分寺と玉川の間にあったから、あ、多分国たちになったみたいな話もあるから。あ、そうなんですか。へえ、国分寺と立川の間にあったから国たちになったみたいな話もあったし、この話で言うともう下北沢、下北と、もう下北半島とか全部一緒になっちゃうね、もうね。ですね。シャボタンお願いします。そうな。金賞ここのね、なんかこうね、いいよね、開き直り方が可愛い。相当いいですよね。うん、はい、皆さんまだまだ、おっちょこちょいやったら即こちら送ってください。お待ちしております。今蘇る、昭和を彩った名曲の数々。TBS ラジオ主催東京大衆歌謡楽団春公演4月2日木曜日浅草公会堂、チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで。ロピアは同じ商品ならより安く、ロピアは同じ価格ならより良いものを、ロープライスユートピア、ロピア楽しく感動できるスーパーロピア。ホームワン離婚サポパック。離婚問題難しい、担当弁護士つきますよ。3ヶ月間で5万円0120-3165-279。東京弁護士会所属法律事務所ホームワン。まだまだ人生これからだという皆さん、いくつになっても趣味やスポーツを続けたい、お友達との旅行も楽しみたいですよね。だけど年齢のせいか体を動かすのが億劫で、いろいろなことを諦めてしまっているという方、再春館製薬所の超白線陣を試してみませんか。超白線陣は筋肉や血液などタンパク質の元となる栄養素のうち必須アミノ酸を 1000mg、さらに希少な高麗人参、超白人エキスを配合した食べやすいゼリーです。毎日美味しく食べて楽しく動く、
そして毎日の長白先人。まだまだこれからのあなたの新しい習慣に。まずは無料のお試し3本から。お問い合わせは超お白先人0120-7777-4447が3つ4つ最瞬間誓約書まで。あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか。そんな皆様の窓口に TBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくはTBS ラジオ広告で検索してください。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの中村久人さん、お願いします。はい、中国地方で初めて山口県で新型コロナウイルスへの感染者が確認されました。感染が確認されたのは下関市の40代の男性会社員で、先月23日に37度5分の発熱があり、検査の結果昨日深夜に感染が確認されたということです。この男性は熱が出た後は下関市から出ていませんが、先月12日から21日の間に大分、福岡、熊本の各県を訪れていました。感染経路などはまだ判明しておらず、県が男性の詳しい行動を調べています。で、TBS のまとめでは、国内の感染者はクルーズ船関連を含めてこれで1000人になりました。ギリシャのオリンピック委員会は今月12日にオリンピアで行われる東京オリンピックの聖火の採火式や、19日にアテネで行われる引き継ぎ式について、新型コロナウイルス対策を取った上で予定通り行うと発表しました。ただ晩餐会やレセプションなどは中止し、セレモニーも入場できる人数を大幅に減らすとともに、今後2日ごとに状況を精査するということです。一方、WHO 世界保健機関のテドロス事務長は、IOC のバッハ会長と電話で会談したことを明らかにした上で、東京オリンピックの開催の是非について、今決めるのは早すぎるとして、状況を注視すべきだという認識を示しました。アメリカ大統領選挙の民主党候補者選びは3日、14の州などで予備選挙が行われるスーパーチューズデーを迎え、順次開票が始まっています。 CNN テレビなどによりますと、バージニア州とノースカロライナ州、アラバマ州ではバイデン前副大統領が勝利を確実にしましたが、バージニア州とバーモント州ではサンダース氏の勝利が確実と伝えられています。一方、アメリカ領サモアの党員集会ではブルームバーグ氏が勝利を確実にしました。この後開票されるカリフォルニア州やテキサス州など大票田の結果に注目が集まっています。 IAEA 国際原子力機関は3日、イランの低濃縮ウランの貯蔵量が先月19日の時点で 1020.9キロ に達し、核合意で決められた基準量の5倍以上になっていることを明らかにしました。また IAEA は未申告の核物質がある可能性があるとして、2カ所の施設への立ち入り調査を求めていましたが、イラン側は認めておらず、改めてイランに協力を要請しています。イランは EU など核合意の当事国に対し、経済支援などを具体化しないまま国連安保理で制裁再開の議論をするなら NPT 核拡散防止条約からの脱退も辞さない姿勢を明らかにしています。ニュースデスクの中村久人さんでした。TBS ラジオ主催、ウォルトディズニーアニメーションスタジオザ・コンサート開催。オーケストラの生演奏とニューヨークのボーカリストたちのパフォーマンスでお送りします。5月21日から31日まで渋谷東急シアターオーブにて上演。詳しくは TBS ラジオイベントページまで。時刻は10時57分です。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井弘子さん、お願いします。はい、首都高速は中央環状線の外回りの西池袋右側車線で事故処理続いています。7キロ、今大橋から混んで通過に45分です。神奈川の横浜の旧国道1号の下り、戸塚区の柏町、こちらも事故処理中で流れが悪い程度。鎌倉の134号の上り、材木座付近、故障車の劣化作業中、通りにくくなっています。埼玉は16号の外回り、工事の影響で川越市の千葉町2キロ半の渋滞。警視庁から以上です。
警視庁の薄井弘子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は11時25分ごろ、ジェーンスー生活は踊るの中でお伝えします。プロのドライバーですから運転には自信があります。でも事故リスクは思わぬところに。え？日立物流が進めているスマート安全運行管理システム SSCV はドライバーの皆さんの身に潜むリスクを感知し、安全運転を支援します。事故ゼロ社会を目指したい日立物流。さあエンディングのお時間です。まずは本日の山崎賞ですが、カレー作ってみるっていう中学校1年生、はい、ケーキご飯さんには美味しさと品質の山崎からデザートギフト果樹園初と一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。はい、さあ明日のゲストですけども、明日のゲストは映画プロデューサーの河村元気さん、はい、おドラえもんののび太の新恐竜で脚本やられてるんですけど、はい、ちょっとそののび太の新恐竜もコロナの影響で、公開延期が決まったんだよね。僕逆に河村さんいらっしゃるんで先に見せてもらったんですけど、はい、まあ、その、ドラえもんの話もしましょうと。あと僕らが、僕と柴田理恵さん出た映画の怖い映画の来る、はい、あれも、プロデュース企画をやったと。ね、いろんな映画の話を聞きたいと思っております。はい。少年たちがいっぱい来てますけど、明日読まれることもあるんで、明日もぜひ聞いてください。読まれなかった時はごめんなさいね。ということで、ここまでのお相手は、安田美香と、伊集院光でした。この後は、ジェンスー生活は踊るです。粉薬が口に残る、ありますよね。楽々服薬ゼリー粉薬用はゼリーに混ぜて飲みやすく、ごくんといえば龍角散から11時です。